こんにちは、リアルステイト木上です。今日はダイエット中でいつもは糖質やカロリーを抑えられている食事を取られている方でもチートデイなどに安心して食べられるお食事をご紹介したいと思います。自宅で簡単ミシュランの味を作れるという黄金比率の麻婆豆腐を作ってみたいと思います。リアルクッキングスタート。今日は牛もも の塊のお肉を切っていきます。ももの塊を使うことでお肉の食感を残します。ミンチのお肉を使うんではなくて塊のお肉をこういう状態にします。納豆は臭みを抑えるために水洗いをしてザルにあげてこういう状態にしておきます。木綿豆腐は 1.5 センチ角にカットしまして、ひと煮立ちした中でさっと下茹でします。豆腐の余分な水分を抜いて煮崩れ防止したりとか味が染み込みやすくなるために下茹でします。フライパンにサラダ油、生姜、ニンニクのみじん切りと豆板醤と納豆を弱火で炒めていきます。香ばしい匂いが立ってきたら今度は牛肉を入れます。牛肉が色が変わったら水、甜麺醤、醤油、酒、類上のチキンスープ入れます。沸いたら豆腐入れます。豆腐を潰さないようにお玉の後ろで動かします。ネギを入れます。水溶き片栗粉を入れます。強火にします。その中にごま油とラー油入れます。イエーイ。もしよろしければ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またインスタやツイッターもございますのでフォローよろしくお願いいたします。ありがとうございました。